皆さん、アンバサー、私です。今日はバイクロアっていう、自転車のレースに参加してきたよ。暇ならゆっくりしていってね。いやー、最近バイクのレースばっかりやってたんだけど、自転車のレースってどんな感じなんだろう？って、ふと思って手頃な感じで、出場できそうなレース探したら出てきたんで、とりあえずエントリーしてみました。バイクロアって名前のイベントで、ググったら結構ゆるふわな雰囲気。これなら一人でも全然怖くないやろって思ってきました。レースもシクロクロスってジャンルになるのか、私の大好きなオフロード系のコース。これは楽しそうで、めっちゃ緊張してますが、楽しみなのでありまする。バージンクラスって、レース初めての一クラスに出てみたけど、結構周りの自転車はガチめに見えるな。私は通勤で使ってる、コーダーブルーム、レールディスクって、クロスバイク持ってきたけど、なんだか心配になってきちゃった。他にクロスバイクいなくね？ついにレーススタート。まずは焦らず周りの様子を観察。転倒がありましたが。おーっと、早速転倒者が。混乱を華麗にかわして、幸先の良いスタート。てか芝生の上こぐの辛くてわろた。アスファルトじゃないからな。やっぱりこぐのはきつくなるよね。ちなみに30分のレースですが、最初はたったの30分か、短いな、って思ってたんだけど、これ30分必死にこぐのは、マジのガチできついぞ。この辺からもうきつい、芝生にパワー吸い取られて、さらに坂。クロスバイクのタイヤで空気パンパンに入ってるから、幹を通った時の振動が結構腕に響くな。ハードテールとか、マウンテンバイクの方が良かったかな？シクロクロスって聞いてたから、とりあえずクロスバイク持ってきちゃったけど。一周の距離が意外と長そう。てかこの公園でかいな。前日キャンプしたりもできたそうで、テントもちらほらいますな。応援してくれる人もいてきついけど楽しい。なんかうまい棒配ってる人たちいて、いきなり笑った。いやあんなの見たら行くしかないでしょ。てか、必死にチャリこぎながらうまい棒食わなきゃならないの。ちょっとした拷問で草。良い感じのセクションもあって、普通に面白い。ここが一番の難関エリア、ミキスギー地獄。そこら中、ミキスギーが張り巡らされてて、HP 持ってかれる。このエリア通っただけで、足パンパンよ。ほんとここで全て持ってかれるわ。これで一周か。てか一周しただけでめっちゃ疲れるんだけど、これはちょっとナメプしていました。
喫水のハードエンデューロライダーやってるから、チャリンコのレースなんて余裕余裕、ガハハ、って思ってたんだけど、全然違うじゃん。バイクのレースと違って、自分の力で漕いで頑張るレースも、また面白いものですな。通勤で鍛え上げた脚力周りの参加者に見せつけてやるぜって思ってたら、全然貧弱な脚力だと気づけましたので。今思ったけど、2周目もひょっとして、うまい棒配ってるよね？これまた夜パティンか？寄らないでスルーできるかな？左手に見えるメイン会場、出店も多く、観客含めた来場者も結構多かったわ。観戦できても楽しめるイベント。結局うまい棒に吸い寄せられる。これ全周行くパティンになりそうだな。せっかくうまい棒が無料で食べられるチャンス、これは食せねば不作法というもの。ちょっと体温待ってきたか。なんかペース上がってきてるな。やはりあのうまい棒食ったおかげか。よし、もう一回食いに行くべ。うまい棒エリアまであと少し。本気と書いてマジってやつで早く食いに行くぜ。レイズアクション！イエーイ！ナイスバイボー！コーダブルフォン！うまい棒もらっといてあれだけど、呼吸するのに必死で、加えたまま全然飲み込めないわ。しばらく加えたまま走ろう。ちなみに、加えたまま走っていたところを撮影していただけました。ありがとうございます、アンバサー。うん、うん、私のコーダーブルームタン、買った時からペダルしか交換してない仕様だけど、特にトラブルもなく走っています。チェーンもしかしたら外れるかなって。思ってたけど、全然平気ですわ。タイヤも変えた方がいいのかなぁとか、考えたけど、めんどくさいからそのままできたけど、コース走りやすくて変えなくても平気だったわ。空気圧抜いた方が、きっと走りやすくて良きなんだろうけど、なんかパンクしたらやだなーって思ったのと、当日会場来たら、緊張しててもう何も余計なことしたくなくて、空気圧パンパンマンよ。実際こういうレースって、空気圧どうするのがいいんだろうね。ゴーゴーゴー！ヘイ！ナイスバイボー！
いいよ、うまい。イエーイ、ナイスコーダブル。ナイスコーダブル。うまい棒でほんとよかったなーって思ったのが、穴開いてて口にくわえてても、かろうじて呼吸できるのがよかったよね。あれ穴開いてなかったら呼吸できなくて終わってたわ。ただの卑猥な穴とか思ってたりして、ほんとすまなかった。そうそう、今回ヘルメット買ったんですよ。ダートフリークって、オフロードバイク乗ってる人なら知らない人はいないだろうってメーカーのやつ。クロスセクションってブランドで自転車のメットとかも売ってて、オレンジ色買ってみたんですよ。結構見た目も良くて、チープな感じしないし、これは良き買い物したわ。すいません。レースも後半、最後の力を振り絞ってペース上げていくべ。オフロードバイクのレースだと、会場行けば誰かしら知ってる人いるって感じだけど、自転車にイベントは全くの道のエリア、不安しかない状態で一人シコシコ会場に来たけど、レース自体緩くて、応援してくれる人もいて、めっちゃ楽しいです。ついにファイナルラップ。たった30分だけど、走るなら30分が良いです。それ以上は乗ってこぎ続けることがもうできません。ずーっとオフロードのコースを結構必死にこぐと、一周でも相当きついってのがわかりました。でも、やっぱり、レースは良きですなぁ。このコーステープがあるだけで、なんかやってる感が出て気持ちいいです。このバイクロアってイベント、本格的な自転車を用意しなくても、出場できるのがいいよね。クロスバイクで全然楽しめるし、今回は会場が茨城県でしたが、他の会場でも開催されるそうなので、興味がある人はホームページをチェックしてみましょう。自転車のイベント出てみたいなーって思ってる人にはおすすめだと思う。私もよくわからずエントリーしたけど、出てみたらすごく楽しかったからね。はい、そしてファイナルうまい棒。ちょいちょい。ダメだよ。ここが本当にラストの難所。よくわからんが、かなり足の筋肉がバンプアップしてるな。マジで筋肉痛みたいな痛みがすでに始まってるぞ。あともう少し。よし、もうゴールは目の前や。
かったけど初めての自転車レース。すごく楽しかったわ。結果は8位。周りの人たちみんな早かったわ。どうでしたか？視聴者の兄貴たちも、興味があったら、こんな緩い感じの自転車レースやらないか？それじゃあ、今日はこれでおしまいにしておくね。次回も暇なら、また見てね。それでは皆さん、アンバサー。